ソフトバンクお前で使えない阪神は僕を認めてくれる。大竹ホークス時代はなんで球が遅いんだと指摘されることが多かったのに、タイガースに移籍してなんでそんなにコントロールがいいのと褒められるようになったんですよね。自分は何も変わっていないのに、チームが変わって急に序列が上がったような不思議な感覚でした。サンキュー阪神。パワプロでコントロール A の選手が取れるとかありえんやろ。空藤波がいた球団やし、こういうのあると入る球団で人生変わるよな。地獄から天国へ。後半データ集まって捕まってたから今年は無理ちゃうの。コントロールいいからある程度は活躍できる。コントロールは良いからフライは甲子園で何とかなる。極端にメジャー志向のやつが増えてきたからな。投手はとにかく速い球投げろ、打者はとにかく長打を打て、あとはもうデータが全てみたいなやつな。だろう系かな。チームとして求められる要素が違っただけでここまで変わるなら、もっと移籍が活発になってほしいと思う。言うても今のソフトバンクほど現有戦力の扱いと育成が下手な球団は今の NPB にはないぞ。さすがにレアケースや。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。